こんにちは、プロドリフチャンネルです。これ、面白い花が咲いています。ペラルゴニウムラベンダーラスという名前のついている植物です。ラベンダーってついてるからって言っても、ラベンダーの仲間ではありません。ペラルゴニウムゼラニウムの仲間ということです。これ今ちっちゃい株なのですが、このようにランナーが伸びてきて、またそこにということで、横張り性でどんどんと株が大きくなっていきます。今植えると半年後には30センチの植木鉢でもいっぱいに花が咲きこぼれるぐらいになってきます。ですから、このままではなく、なるべく大きな植木鉢に植えてやりましょう。お日様が大好きですから、よく日の当たるところ、水は乾いたら、肥料は水溶性のリン酸分カリ分の多いような肥料を月 2,3 回やると、どんどんと大きくなっていって、いっぱい花を咲かせてくれます。皆さん、このままではなく、なるべく大きな植木鉢で育ててみてください。